ミドルに落とした刑事さんも外国の方たちが大きいんで下げなきゃなっていう時期が今だったっていう、まあそれだけですね。やっぱりありますね。やられて悔しかったりとか、でもまあ一つ目標にはなるし、それが指標になったりとか、目指すべきところがあるんで、そこに向かって頑張らなきゃいけないし、今回もそうしたら絶対にこけれない試合なんで。次選んでもらえるように試合をできればいいかなと思いますね。いろんなとこ仕掛けて勝負していい内容、いい結果になればと思います。無敗ではあるけども穴は必ずあると思うんで、そこがつければなって感じですかね、はい。まあ、一人一人にこう自分の試合がこう心に残るような試合ができたらなって感じですね、はい。人もいると思うんで、そういう期待に応えられるように親父がまあ頑張ってるっていうのを見て、同じ年齢もやっぱり年下の人も結構きついことばっかりいうのが人生多いと思うんですけど、でもそれでもなんかちょっと光でも見れれば幸いかなって感じですかね、はい。自分が逆にチャレンジャーみたいな感じで、簡単に勝てる相手じゃないんで、まあ、泥臭くても最後まで勝ちにこだわるような、ただ勝てばいいっていうよりは何か残せるような、爪痕残すような戦いができたらなって感じ。格とかキャリアとかそんなに意識しないで今戦うわけですからね、昔がどうとか考えずにぶつかっていこうかなっていう、進む道、邪魔するんだったら全員どかさなきゃいけないんで、いつも通りのいい結果が出ればいいかな、それだけですね。2003年のディープ9でディープ初参戦、2004年には第2代ミドル級王者となり、翌年はプライド武士道にも出場、その後もディープのメインイベンターとして数々の名勝負を生み出し、誰がつけたかその名もミスターディープ。2015年ディープナンバーシリーズ初戦、セコンド川尻達也、石田光弘が見守る中、シーズン不惑のミスターディープはメガドン級現王者相手に何を思うのでしょうか。不惑のミスターディープ桜井龍太リングイン。高校時代から柔道を習い、大学時代には全日本柔道強化選手に選ばれました。2011年初参戦のディープでは75秒アームロックで勝利、
続くディープ東京大会で69秒の KO。 10月にはミスターメガトン西郷を破り連勝街道まっしぐら。第4代ディープメガトン級王者トーナメント1回戦では優勝候補ペーター・トルノを下し、決勝では西郷との再戦を制し見事王者に。西国の大型日本人ファイター無敗のメガトン王者は今回ミドル級で参戦。相手は大ベテラン桜井隆太。果たしてそのミドル級初戦は長谷川健。ミドル級5分3ラウンドの一戦、画面左青いトランクス長谷川健、そして右側が桜井隆太です。さあこの戦い、現役のメガトン王者ミドル級参戦ということで、熊川さん。はい、そうですね。まあね、あのライトヘビー級を取り越してね、いきなりミドル級に落としたわけなんですけども、はい、まああのやっぱ体つきがすごいすっきりしてますよね。そうですね、プラスやっぱ動きが早い、うん、はい、はい、もう本人健康になってきますけどね、やっぱし。ああ。やった分だけ、はい。プラスの面が出てますね。はい。まあ、若干やっぱりちゃんとミドル君に落とせて、体的に、まあ、めちゃくちゃ大きいなっていうのは感じな、うん。もうでもいきなりテイクダウン取って。そうですね。今日、上になっています。これはスピードが増したというところ、さあ、マウントを取っていくところでしょうか。まあでも龍太選手パワーありますからね、そこをこうやってコントロールできるのって、あの従来のパワーにそしてスピードを身につけたという感じでしょうかね。もちろんね、メガトン級でやってる時も本当に強かったんですけど、もうまあ去年のね、中村和弘選手の試合からやっぱり一つ、まあまた伸びて、足を上げた、早かったですね今、はい。そしてすぐにサイドポジション、ね、昨年のアメリカの試合でも勝ちましたからね。でも今これ見てると相当さあ長谷川叩き込んでいく、全くね、テクダウンしてからですね、バック取って中でも神田がなかったですよね、流れるような動きですよね。スムーズにここまでたどり着いていますね、はい、これ桜井選手のね、得意のアームロックに行きたいところですけどね、バックを取っている長谷川、一回ちょっと落ち着いた感じですね、はい、長谷川選手が。もう一気に立ち上がりたいですね、うんうん、はい、ここは立ち上がりたいところ、あでも頭を抑え込んでますね、はい、頭を抑え込んでますね、はい、立ち上がらせないですね、しっかりと抑え込んでいます、はい、長谷川立ちたい桜井、おうまいですね、はい、しっかり倒してそして叩き込んでいく、まだ桜井はしかしあれですね、しっかりこうバックから抑え込んでますよね、はい、さあしっかりと抑え込みましたね。どうですか佐伯さん。いやーすごいね、あんまり龍太選手はこういう展開なんか見たことがないので、そうですね、大抵バック取られるとアームロックで切り返すんですけど、それさせなかったですよね、長谷川選手が。サイドを取った長谷川、パワーで返せないってことですよね。そうですね、はい、もっとやっぱりパンチに移行する速さですね、抑え込んでいくのは、でまた動こうとするとすぐあった止めに来ますよね、長谷川選手が今足で頭を止めに来たんですけども、はい、しっかりとこうコントロールしている、ちょっとあまり良くない状況が続いてますね、桜井選手には、はい、下から攻め手がない、あ片目抑え込まれましたね、膝で、膝が、はい、あ膝で、そうですね、はい、抑え込まれてますね、はい、はい、マットヒューズポジションですね、自ら肘を落としていく長谷川、気持ち気持ち
桜井は動けないでしょうかね、ちょっと苦しい状態、片腕を押さえ込まれてるんでちょっと厳しいですかね。バランス腕を決めていく長谷川、腕を決めていくブリッジで改造してます。あ、桜井動けない、圧倒的ですね。いや完勝ですね、はい、これは何もさせなかったですね。佐伯さんいかがですか。いやもう現場でもちょっと衝撃が走りましたね、なんか、あの枠っていうお客さんの前に唖然というような、そうですね、これは本当に場内もびっくり、唖然という状態ですかね、はい、それも桜木選手強さ分かってるし、展開的にもやっぱりこの展開でまさかこんな結末、はい、そうですね、まあ、あの桜井龍太選手のね試合のやっぱりこう桜井選手のパワーがやっぱ目立つ場面というのは必ずあるんですけども、それで、はい、全てにおいて全ての時間長谷川が圧倒していたという印象でしたね。そうですね、はい、そして最後はこのブロックですね。そうですね、ブリッジで返そうとしたんですけど返してくれなかったですね。またねずっとやっぱあの片足であの片腕を押さえ込んでましたよね、はい、完全に動けない状態、すごいね、もう本当にその言葉だけがもう本当に出てくるという感じですね。そうですね、さらにミドル級になってね、やっぱスピードがやっぱ動きが綺麗ですか、はい、増した感じしますよね。そうですね、はい、いや見事なアームロック一本勝ちでした。長谷川これミドル級戦線、そうですね、もう一人とんでもないチャンピオンが2階級制覇したのいますかね。そうですね、現役2階級制覇、これ現役2階2人目が出るのかというところもちょっと、そう、ただでももう誇りに思うのはこの2人はもう間違いなく日本トップワンツーっていう自信はありますから、はい、そうなるとその2人の対戦を見たいところですね。そうですね、またこれがね仲いいんですよこの2人がそれはちょっと、ね、でも見たい、見たいですね、はい、勝った方が世界に出てくるという形がいいですね。いやでも強かった、まさにそうですね、本当に場内も強かったという簡単のため息といった形でしたね。はい、朝川県一本勝ちでした。朝起きた時にすげえ軽いと思って、自分の体じゃないみたいだったんで今日いけそうだなと思いましたもっと上目指してるんでもたついちゃいけないかなとは思ってたんで、まあ少し納得できたかなと、いつも試合内容納得できないんですけどでしたね。まあでも練習量内容から言ったら、そうですね、こんぐらいやんなきゃなと思うんで、まあ一応合格点かなっていう、はい、まあとりあえずちょっと何回かミドルでやんないと、ウェルターも全然いけるなと思うんで、でも技術的なことと体のこと考えたら、まあ慣らしてから、まあ当面はミドルでやってって感じですね。今日ので少し自信はついたんで、へし折られるかもしれないですけど、上でやっていけるなっていう自信はできたんで、これから頑張ってきます。